ヴァンパイア・ダイアリーズはアメリカ合衆国のテレビドラマ。L.J. スミスの同名小説シリーズを原作とするティーン恋愛ホラードラマである。ザ・ c W 系列にて2009年9月10日に放送が開始された。2012年5月10日に第3シーズンが終了。同10月11日から2013年5月16日まで第4シーズンが放送された。 第5シーズンが同秋より放送開始された。2016年10月21日からファイナルシーズンとなる第8シーズンの放映が開始され、2017年3月10日に完結した。また、本作のオリジナルヴァンパイアたちを主人公とするスピンオフ番組オリジナルズが2013年秋より雑誌 W 系列で放送開始で、 本作の第4シーズン第20話ザ・オリジナルが同パイロット版の役割を果たしている。日本では2012年2月5日からスーパー、ドラマ TP で放映開始。舞台はバージニア州ミスティックホールズという架空の街。バンパイアにまつわる様々な事件やティーンの恋愛、友情、家族の絆などを描く。バンパイアのほか、魔女、人狼。 幽霊も登場する。制作葬式は、劇場映画、スクリーム、ラストサマーの脚本およびテレビドラマ、ドーソンズ、クリークの制作葬式で知られるケビン・ウィリアムソン。第1話は、ザ・ CW 系列のシリーズプレミアとしては、史上最高となる約491万人が、視聴した。第1話は、カナダのバンクーバーで撮影されたが、その後は、 ジョージア州アトランタ地域で撮影されている。エレナの家として使用されている建物は、道州コビントン市の郊外にある。第4シーズンは、主人公エレナたちの高校最後の年にあたる。ヴァンパイアのケーズァンパイアの特色ヴァンパイアの弱点ヴァンパイア化の家庭普通の人間は、以下の過程を経て、ヴァンパイア化する。ヴァンパイアの血を吸う。ヴァンパイアの血が体内に残っている間に死ぬ。 蘇生。人間の血を吸う。人道の特色人道の弱点魔女の特色。ベネット決闘最古の魔女。血矢を祖先とする魔女の決闘。エミリー・ベネットが本作品に登場する一番、古いベネット星。一族はもともと、マサチューセッツ州セーラムに住んでいたが、魔女裁判が始まり、1692年にミスティック・ホールズに逃れ、移り住んだ。本作の場合、 本来のドッペルゲンガーとは、用法が異なる。約千年前、まだ人間だった頃のイライジャとクラウスが、タティア・ペトロバという女性に同時に恋をした。その後、彼らがオリジナルヴァンパイアになる儀式を呼び、ムーンストーンの呪いの儀式において、タティアの地が使用された。タティアは、クラウスたちと出会う前、すでに子供を産んでいたが、その家系では、時折、 彼女とウリ二つの娘が生まれることがあり、ペトロバ・ドッペルゲンガー、あるいは単に、ドッペルゲンガーと呼ばれる。ドッペルゲンガーの血は、ムーンストーンの呪いを解くために必要であることから、クラウスに狙われる。約500年前、タティアの子孫のカトリーナ・ペトロバことキャサリン・ティアースが、イギリスで、クラウスらと出会い、ムーンストーンの呪いを解くために利用されかけた。 ドッペルゲンガーは人間でなければ無意味のため、キャサリンはバンパイアになることによって、ドッペルゲンガーとしての運命を回避した。しかし、その行為によって、クラウスの怒りを買い、数百年にわたる逃避行を続けることになった。キャサリンもやはり、クラウスたちと出会う前に出産していたが、その子孫がエレナ・ギルバートである。エレナも、ドッペルゲンガーとして、クラウスに狙われる。実は、 ドッペルゲンガーの血は、ムーンストーンの呪いを解くためだけでなく、ハイブリッドを作るのにも不可欠である。クラウスは、ヴァンパイアや、オリジナルヴァンパイアの中でも孤立していることから、自分の真の仲間となるべきハイブリッド群を作ろうとしており、そのためには、エレナの血の供給が続かなければならず、つまり、彼女を生かしておく必要がある。魔女、ケツヤが作った特殊な次元。 煉獄の次元とも呼ばれる。超自然的存在のものは死ぬと、その霊魂はこの次元に送られる。現世に存在するが、魔法の壁で隔てられており、魔法で壁をなくすと超自然的存在のものが実体を伴い復活する。ムーンストーンを使った呪いによって、太陽がヴァンパイアの弱点になり、月が人狼の弱点になったが、再びムーンストーンを使って、 両者の呪いを同時に解くことができるとされていた。しかし、それはクラウスがルフしたデマで、実際には、オリジナルウィッチことエスターが、クラウスの人狼としての能力を抑制するためにかけた、ものだった。西暦1110年に、魔女の魔法により5人の、超自然的な力を持ち、その体には、サイラスとキュアが埋まっている場所の地図が刻まれている。 初代のザ・ファイブは1114年にイタリアでクラウスによって全員殺された。ここでは第1シーズン開始時点でのレギュラーキャラクターについて解説する。ここでは準、レギュラーキャラクター及び第1シーズン途中以降のレギュラーキャラクターについて解説する。ここではオリジナルヴァンパイアの一家について解説する。ありがとうございます。